今日はこのアプリを使って、アジ料理を作っていきたいと思います。はい、じゃあこれから、アジの三枚おろしを作っていきます。この画面を見ながらアジを調理していきます。これを見て作っていきたいと思います。はい、出来上がりました。こちらがナメロウと